皆さんこんにちは、クロウです。クロウの袋日記ホビー始めていきます。はい、今日は前回の動画の続きですね。前回ですね、この2体トランスフォーマー世紀のメイクトイズが製造販売するこの2体ですね、ストライカーマヌスとストライカーノワル、それぞれ、コンボイですとか、ネメシスといったキャラクターのっぽい人になるんですけれども、動画をですね撮ってる最中でまだまだ長くなりそうだったので一旦区切らせていただきました。前回は、ビークルモードの携帯ですとか、このストライカーノワールに付属するオプションの武器、それをビークルモードでつけてみたり、あとはロボットモードへの変形、各種プロポーションの、ご紹介、そして稼働のご紹介をしてきました。今回はその続きということで、ストライカーマヌスの通常のオプション武器であるビークルモードのこの天面部分だったこれの変形ですとか、アックスのご紹介をして、あとはストライカーノワールに付属するオプション武器の説明、それから戻し変形をやっていきたいと思います。はい、では前回やらなかったので忘れないうちにまずやっておきましょう。大きさ比べです。大きさはこんな感じですね。ストライカーマヌスとストライカーノワールはおおよそ20センチぐらいの大きさです。このロボット魂のガンダム、おおよそ144分の1のガンダムが13センチくらい、そしてこちらがムービーザベストのオプティマスプライム、これが17センチ18センチくらいの大きさになっていて、結構ボイジャークラスであるこのオプティマスよりちょっと大きめな感じですね。そして同じメイクトイズの同じシリーズ、クロスディメンションのライオターデスポトロンと並べるとこんな感じになっています。大きさ自体はそれぞれあまり変わらないぐらいですかね。それでは付属武器を見ていきましょう。まずはこちら、ビークルモードの時の天面の部分だったところですね、これが変形してブラスターになります。まずはここですね、ヒンジのある部分、ここを開けます。そしたらこっち側から指を入れながらこのように出てきます。そしたら押さえつつ引っ張って、ここがちょっと硬いかな、このようにして引っ張り出します。そしたらここの爪の部分で回転するので、ブラスターの先端になる部分を出します。あとはこの部分、赤い部分をここのヒンジを使って、そしたら両側を合わせて最後にこう上げてブラスターの完成です。ストライカーノワールのも変形させるとこんな感じですね。このブラスターのここの伸縮する部分というのはパーツの渋みだけで位置を決めているので、通常のものだとこのようにそのままだとスカスカなんですね。なのでこれ、ストライカーマヌスの方はストライカーノワールより先に買っていてですね、ちょっと渋みを調整してあります。通常バージョンだとちょっとこんな感じでスポスポなります。武器の持たせる部分、ここはこのように溝が入っていて、この手首の部分にこういった合わせる部分があるので、ここに合わせてスライドさせることでトランスフォーマーの正規品マスターピースのような持たせ方ができます。全身の可動が秀逸なので、ブラスターを持たせただけでもかっこいいポージングができます。それでは続いてはもう一つの付属武器、このアックスですね。両肩についているアックスはそのままピンから外すことができます。ここですね。そしたら持たせ方はさっきのブラスターと一緒で、この持ち手の部分にある溝、これを使ってまた持たせるんですが、ちょっとブラスターの時とは違って若干持たせづらさがあるかもしれません。この持たせる位置がですね、結構シビアな感じで、よいしょ、持たせた後は保持力はしっかりしています。
ストライカーマヌスの方は先端がクリアパーツのオレンジ、黄色のような感じのパーツでできていますが、ストライカーノワールの方は胸のパーツと同じ赤いクリアパーツで作られています。このアックスもとてもかっこいいです。このアックスはそれぞれここに受けの穴があるので、これを逆に合わせることでこのように連結して持たせることができます。手に持たせるとこんな感じになります。では次は以前僕の動画で紹介したこの同じメイクトイズのライオタデスポトロンも一緒にストライカーノワールの付属のオプション武器をいろいろ持たせてみましょう。ではまずはこのブラスター、これはここに溝があるので他の武器と同様に手のひらの溝に合わせて持たせます。本家コンボイが持っているブラスターにそっくりなものですね。こんな感じで特にギミックとかはなくこんな感じで持たすことができます。隙間から覗く赤いクリアパーツがより SF チックですね。このブラスターなんですけれども、説明書には記載はしてなかったんですが、いろいろ遊んでて気づいたんですけど、このライオタデスポトロンのこのブラスターですかね、バズーカの先端っぽいところ、これをですね、ここの部分にこれを通してあげることでこんな感じの連結武器にすることができました。これを持たせてみると、これもグレネード弾付きの銃みたいでかっこいいんじゃないでしょうか。次はこのマシンガン、これは2丁ついていて、これも同じ持たせ方で両手に持たせることができます。こんな感じで持たせることもできますし、真ん中の分割線から2つに分けてこの形のですね、サブマシンガンのような形にもできるので、サブマシンガンの2丁持ちもできます。それからこの余った部分、先端のところはこの肩の部分、ここにですねアクスを外して、この部分の溝を使うことでこのように肩にはめておくこともできます。こうするとパーツが余ることもなくて、ここにですねアーマーのような感じでつけることもできてかっこいいかと思います。さらにこのサブマシンガン自体にもここに突起があるので、これをさらにここのくぼみに入れてあげればマウントすることもできます。さらに次はこの2丁拳銃ピストルですね、これも同じように持たせられます。両手に持たせてかっこよく2丁打ちができます。このピストルにはここの部分に溝が入っていて、このストライカーノワールやストライカーマヌスの足のカバー、ここにですねちっちゃな突起があるので、このカバーを少し開いてあげてこの溝と合わせてあげればホルスターのような装備ができて、このように引き抜く寸前の遊びもできます。銃の武器にはこういった長いショットガンのような武器もあります。これは持ち手の部分がですね2個あって、まっすぐこのように持つこともできますし、この斜めの部分で持たせることもできます。斜めの持ち手で持たせるとこんな感じですね。ちょっと見えづらいかもしれませんが、手首が斜めになります。ちょっと見えづらかったのでストライカーマヌスの方で見ていきましょう。こんな感じでですね、手首が斜めにならないと持たせることができないので、このライオタデスポトロンは手首は回転はするんですが斜めに動かすことが
手首自体は稼働させることができないので、デスポトロには残念ながらこのショットガンを持たせることはできません。この武器をマウントするためのジョイント、これはこの部分を使ってここの横の穴にはめることでここに装着することができます。ここのくぼみにはこういった銃など溝のある部分を引っ掛けておくことができるので、こんな感じで背中に銃をマウントすることができます。このままこれをこうすることで付属の銃火器をすべて装備したヘビーウェポンストライカーのワルです。次はこういったソード系の武器になっていきます。これはビームブレードのような赤いクリアパーツでできた武器ですね。これはここにあるこの穴をここの腕の出っ張りにつけることができます。こんな感じで両方ともつけるとこういう感じですね。あとさっき紹介したこのショットガンのような武器に合体させることができます。この上下のこことここのピンを使って合体できるんですが、これがどちらもですね武器の中心にはついてなくちょっとずれた位置についているので、この穴のずれた方をですね合わせていきます。合体させるとこんな感じの大きな武器になります。さっきの斜めのグリップを使って銃のように持たせることもできますし、こっちの縦の方のグリップを使って持たせればこんな感じで体験のように扱うこともできます。まだまだ武器はあります。こんな感じの体験もついてます。 SF チックで大きな先端が赤のクリアパーツですね。これも溝に合わせて持たせてあげれます。こっちはちょっとヒロイックな感じですね。ストライカーマヌスにすごくよく合います。剣にはこういった日本刀のような刀の武器もあります。これは2本ついているのでそれぞれに持たせてあげることができます。デスポトローは自分の紫色の剣もついていて二刀流にしてもかっこいいですね。ストライカーのワールはこういった手首が動くので刀などを持たせるととてもかっこよくポージング付けができます。そしてこの日本刀のような武器、これなんですけれども、これはこのですねパーツにくっつけることができます。これ自体は武器ではないんですけれども、ここにですねいろいろ武器を装着することができて入れていくことでこのように薙刀のような武器として扱うことができます。持ち手はここの真ん中の部分、これも同じように手首の溝に合わせてはめることができます。持たせるとこんな感じになります。絵が長くなっているので両手持ちのような感じでポーズを取ることもできます。そしてこの武器はこのストライカーマヌスやストライカーのワルについているアックスも装着できます。付け方は同じでこうすることでこんな柄の長いアックスですね、これも同様に持たせて、こういったアックス以外にもこのブラスターですね、付属のブラスターをこんな感じにしてこうやってハンマーのような感じにして持たせている人もネットの中ではいました。
ではオプション武器も最後となります。こちらになります。これですね、これ赤いクリアパーツのついたこの取っ手のような武器ですね。こんな感じで動かすことができますが、これはここにピンがついていて、ライオターデスポトロンのここの部分、腕のここに装着することができます。こんな感じですね。でこれが何かというと、これをここから引き抜いて付属のこのエフェクトを装着することでビームサーベルになります。ここから引き抜いてビームが発動して持たせればこんな感じのビームサーベルですね。ダークサイドな色になっています。結構太めなクリアパーツですね。中心にちょっと空洞が開いていて、いい感じのエフェクトですね。結構長さもあり、ライオターデスポトロンにかなりぴったり合います。そしてこのビームサーベルの基部なんですけれども、これはまだまだ使い方があって、取り外してここの持ち手をボールジョイントを使って動かし、ここの溝の部分、ここですね、ここをこのライオターデスポトロンの融合可能法のようなこれに合わせて、ここにですねスライドさせることで持ち手のついたキャノンになります。これを手持ち武器として持たせることができるようになります。こんな感じですね。今までは腕につけていたものがこういう感じで手に持たせられます。持ち手をつけることで他のキャラクターにも持たせることができます。こうすればキャノン砲でもありますし、大きなトンファーのような武器として扱うこともできるかもしれません。武器はこのジョイントを使えます。ここの部分やここの部分を使って背中のここの位置やここの位置につけることができます。ここをつけてみたり、あとはここから外してこの位置で取り付けたり、そうすることでいろいろ背中に武器をマウントすることができます。こんな感じでいろいろ重装備にもできます。では武器の紹介は以上となりましたので、ロボットモードからビークルモードへの戻し変形をやっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。ビークルモードへの戻し変形はロボットモードに変形させた時のそのまま逆というわけではなくて、ちょっと僕のやり方でやっていきます。まずこの腰の部分、両側のタンクの部分をこのように倒して、ここの前だれの部分を倒しておきます。ここからスタートしていきますが、こうやった方が僕の中ではちょっとやりやすいです。そしたらこのグリル部分を倒し、状態を上げていきます。これを回転させて、そしたら腰の部分をこのように動かしておきます。こうするとやりやすいと思います。そしたらこの両側のタイヤのついたパーツ、これをヒンジを使ってここで下ろすんですが、ここはビークルモードからロボットモードにするときもやりましたが、このようにクイッとやります。こっち側もここを使ってクイッと、そうするとまっすぐなります。こうしたら頭をってこのまま倒していき、ここのピンとここの溝を合わせます。これはただはめるだけでパチッとくっつくとかはないです。両方を合わせてあげるだけです。そしたら前に戻って
この腕を収納させていきましょう。まずはここの腕のカバーを上げて手首を直します。そしたらこの手首は畳まずにこのままですね、最大まで開いたままにしておきます。そうしたらここの肩の関節を引っ張って、このこっち側のボールジョイントを使ってこれを90度このように下に下ろしていきます。グリグリとしていきます。この時にここの二の腕の部分の関節を前に倒しておきます。腕をこうして前にしながらしておくといいですね。このままグリ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 としていくと腕が入っていきます。腕が綺麗に入ったら次はここですね、ここの部分、この溝にここのグレーのピンをはめます。カチッと。そしてここの肩の部分も後ろのこのピンにはめてあげます。これで固定されます。そしたらこのピラピラですね、これをこっち側に後ろ側にスライドさせて、このまま車体の部分にくっつけて、このピンとここの溝を合わせてあげます。上げます。このようにぴったりとくっつきます。そしたら反対側ですね、カバーを開いて手首を収納して、腕はこの時まっすぐしてた方がやりやすいかもしれないです。肩のブロックを外し、この時に腕を回転軸を使ってこっち側に向けた方がいいですね。そしてここの関節を外して90度にしておいて、このままここの軸をヒンジをグリグリしながらはめていき、ここのピンと受けをはめて、ここのピンもはめて、今度はこれをスライドさせてピンをはめる。すると腕が収納されます。ここまで来たらここのグリル部分をヒンジを使って上に上げて、ここでロックします。そしたらタンク、ここのピンとここの溝をヒンジを動かしながらカチッとはめます。こっちもこのままピッと。これで上半身のビークルモデルの変形が完成ですね。あとは足、足はここの部分忘れがちなんですね。これを外側にスライドさせます。そうすることでこうした時に両足が綺麗に合います。膝の部分ちょっと硬いですが、ここのロックを外します。ここですね、外したらスライドさせて短くします。あとは足首の軸、ここを伸ばします。グッと回転軸を使って、その時にこのピンとここの受けを合うように動かしていきながら、ここですね、ここをグーッと動かして合わせます。そしたらちょっと動いちゃったんですが、ここを展開してここのヒンジを使って動かしながら、これがカバーできるような感じで動かします。このピンと受けを合わせることでこのようにトラックのリアの部分ができました。反対側もまずはここの太ももをスライドさせ、膝のロックを外し、ここをスライドして短くさせて、足首をこの回転軸を使ってこう合わせるように回転していきます。軸に合わせて、今度はここを展開しヒンジを使って
伸ばしながら、こう覆うようにピンを合わせて完成。ここのピンとここのピンで両足をくっつけて、そして足の変形の最後はこの外側のカバー、ヒンジで動く部分ですね、これをここの縦の溝、そしてここのピン受けですねに、ここのピンとちょっと見えにくいんですが、ここにあるピンを入れます。こんな感じですね。こっちは引っ掛ける、反対側もスライドさせて、ここに引っ掛ける。最後はこのブラスターですね、これを変形させて、これを天面につけます。ここのくぼみにブラスターの先端だった部分を入れて、そしてピンを合わせてあげれば、ビークルモードの戻し変形完了です。はい、それでは各種武器や、戻し変形などをしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回のこの2体はそれぞれトランスフォーマーの司令官コンボイのぽい人ということで、非正規メーカーのメイクトイズがデザインしたオリジナルのキャラクターになっているんですが、ストライカーマヌスのリカラーバージョンということで、この黒色のストライカーノワールが出ました。形は全く一緒なんですけれども、色の違いでですね、それぞれかっこいいヒーローと孤高のダークヒーローのような感じで、単にコンボイのぽい人ということではなくて、メイクトイズオリジナルのですね、独特なアレンジが効いていて、とてもかっこよくできています。さて、皆さんはどちらのキャラクターの方が好きでしょうか。ストライカーノワールかストライカーマヌスか。ただですね、ここの悩ましいところが、価格帯がそれぞれほとんど同じぐらいなんですよね。ストライカーマヌスは先に出ていたんですけれども、それと同じ全くセットに、さらにですね、オプションの武器がついたストライカーノワールもストライカーマヌスとほぼほぼ変わらない値段で発売されています。ストライカーノワールの方がやはり武器がたくさんついている分、プレイバリューはあるので、そちらの方がまあお得かもしれないんですけれども、やはりこの司令官っぽいですね、ヒロイックなこちらの方が気に入っている方もいらっしゃると思います。どちらも甲をつつけがたいのでですね、ちょっとですね、どちらにしようか迷われている方もいらっしゃると思いますが、思い切って両方買ってしまうのも僕はありかと思います。買ってみたらですね、どちらもそれぞれかっこいいので、同じもの2つ買ってしまったっていう損した気分はもちろんないですし、それぞれかっこよさの方向性が違うので、僕は両方買って満足しています。ただですね、ここに来てさらに問題なのが、メイクトイズの新商品がですね、そろそろ予約が始まります。というのが、今ですね、トランスフォーマーの正規品の方でも話題のスーパー人雷、レジェンズの方で出ているやつなんですけれども、あれのぽい人がですね、メイクトイズから発売されます。それがなんとですね、スーパー人雷っぽい人ではなくてですね、このストライカーノワールのカラー、ネメシスカラーの方で出てしまうということですね。スーパー人雷のぽい人、サンダーマヌスというのがですね、メイクトイズの方で設定があるんですが、それはストライカーマヌスが、おそらくパワーアップしたような感じなんですけれども、それではなくて、そのネメシスカラー、黒いカラーのストライカーノワールがパワーアップしたであろうと思われるキャラクター、サンダーエレバスというのが、そろそろこの動画を撮っている今現在のところで予約が開始されるというふうになっています。それがですね、またごつくてかっこいいんですよね。レジェンズの方のスーパー人雷は、前方のキャブの部分は人雷に変形することはできなかったんですけれども、このメイクトイズの新商品のやつは、トラックのキャブの方もちゃんとロボットに変形して、それがさらに後方のトレーラーと合体して大きな巨大ロボになるという設定がちゃんと盛り込まれているので、かなりですね、プレイバリューは高そうです。はい、それでは今回はですね、前編後編ということで2回に分けて
ご紹介いたしましたが、メイクトイズのコンボイっぽい人、ストライカーマヌスとネメシスっぽい人、ストライカーノワールのご紹介でした。それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想がある方はぜひコメント欄の方にご記入ください。お待ちしております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。クロウでした。さようなら。バイバイ。また次の動画も見てください。